ミカド・アマルは1942年から1944年にかけて日本郵船が運航した貨客船。ミカド・アマルの前身はフランス船アラミスで第二次世界大戦の影響により帰国不能となってフランス領インドシナに滞留していたところを日本海軍が秘密協定に基づいて借り受け日本郵船に運航を委ねた。日本では交換船や 軍隊輸送船として使用されたが、1944年8月18日に、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受けて、沈没、乗船者2000人以上が死亡した。ミカド・アマルは、メサジュリ・マリティム社の所有船として1931年に、ラセーヌ・シュルメール造船所で浸水し、アラミスと命名、翌1932年に巡航した。極東航路向けに設計された。 快速化客船で一等客室をはじめとして豪華な内装が施された。手記にディーゼルエンジンを採用し、四角い断面の低い2本の煙突が外観上の特徴である。乗客定員は一等191人、二等125人、三等101人のほか、戦争を利用して642人の乗船が可能で、総計1059人だった。 同系船として、フェリックス・ルーセルとジョルジュ・フィリッパーの2隻が建造されている。竣工したアラミスは、予定通り極東航路に就航した。フランス本国のマルセイユと植民地であるフランス領インドシナ、さらに日本の神戸港までを、スエズ運河を経由して結んだ。なお、姉妹船も同様に極東航路に就航したが、ジョルジュ・フィリッパーは、諸状航海のキロの途中、 1932年5月16日にアデン湾で火災を起こし沈没している。1933年6月22日にアラミスはチュザン諸島で座礁事故を起こした。フランス極東艦隊の軽巡洋艦プリモゲに栄光されて日本に向かい修理を受けた。1939年9月に第二次世界大戦が勃発するとアラミスは フランス海軍の徴用を受け、仮想巡洋艦へと改装された。一部層として、カネーモデル1 9 1ン1 3 9 c m 速射砲8門と、モデル 19277.5cm 高格砲2門、オチキス射製の1933連型 37mm 機関砲2門、機関18門が装備されている。改装後は、X1 と呼称されて、 極東海域の紹介任務に従事したが、1940年6月のフランス降伏により、武装解除の上最後に係留されることになった。ただし、フランス海軍による徴用は解除されず、軍用の宿泊船として引き続き使用されていた。なお、同様に、仏印領内に残ったフランス船籍、仏印、フランス商船が有給状態になっているのに目をつけたのが、 船舶不足に悩んでいた日本政府であった。日本の外務省は、第二次世界大戦3戦前の1941年初頭までには、ビシーフランス政府、仏印植民地政府との間で、有給フランス商船の一括借り上げの交渉を開始していた。フランス側のジャンドクル仏印総督は、イギリス海軍によるダ破の恐れや、仏印とマダガスカル島や上海との自国航路の維持に、 必要なこと、フランス海軍が徴用中であることなどを理由に難色を示し、日本軍の南部仏印新中や1941年12月の太平洋戦争勃発後も交渉が続いた。次第に、フランス側は重宝し、1942年2月25日には、原田中仏代理大使と微信本国政府との間で、フランス戦期下でのチャーター方式とし、仏印、上海、 日本間航路専用、中立義務違反となる、軍事輸送には用いないとする、胸の基本合意ができ、覚書が作成されるに至った。ところが、日仏の交渉を知ったアメリカ政府は、ビシーフランス政府に対して、抗議を行った。マルティニークなど、アメリカ州内のフランス植民地の占領を恐れた、ビシー本国政府は、公然と要戦契約を結ぶことを避け、 名目上は日本側の一方的な挑発の形式とすることを日本側に提案した。この提案を受ける形で4月6日日本側は独有総督に対し4月10日を交渉期限として挑発に移ることを通告し4月11日に日本海軍が徴用実施を通告した。独有総督ら仏印当局はなおも不服としたが 本国政府からの挑発を容認する訓練を受けて、引き渡しに応じた。その後、要戦料など条件面の交渉が行われ、6月15日に特設法官、A 福丸法官長の堀内薫海軍大佐と、仏印海軍司令官レジベランジェ少将により、日仏海軍の徴用実施基礎協定が締結された。チャーターではなく乗員なしの裸要戦の契約形態となり、 戦災などによる喪失時には大戦を変換するものとされた。アラミスは無期限対応となり、要船料は月額十六万八千0円と定められている。アラミスは他のフランス戦、普通船10隻とともに、日本海軍から帝国船舶に管理委託され、ミカドアマルと命名された。実際の運航は、可客船提供ルとともに、日本郵船に乗員を含まない。 裸溶船契約の形で委託された。1942年9月には帝国船舶から船舶運営会が要泉する形態となった。日仏間の1942年2月25日覚書では、フランス船は軍事輸送には使用しないという協定であったため、本船を含む全徴用フランス船が陸軍徴用船や海軍徴用船ではなく民主船とされた。 しかし実際には、軍需物資を含む輸送任務にも使用された。日本戦機下での最初の航海は6月12日に、最後を出て23日に、横浜港へ着くもので、米約5000トンと乗客569人を運んでいる。ミカドアマルが従事した特別な任務に、抑留中の敵国民肝人をお互いに引き渡す、戦時交換戦としての航海がある。 1943年9から10月の第二次、日米交換の際に、当時軍隊輸送船や航空母艦に改装されていない、数少ない大型客船として選択された。またそれ以前に交換船として使用されていた船の、内朝丸は、軍隊輸送船として、大改装されたため使用困難。鎌倉丸、立田丸は戦没、当初の予定船だった。 イタリア戦コンテベルでは公開直前の9月11日にイタリア降伏に伴いイタリア人船員たちにより自沈という状況であり短期間で整備可能なのが元船だけであった灰色の戦時塗装の上から白十字と日の丸の識別塗装を船体に施し十字型の電色標識を戦場に掲げたミカドアマルは9月24日に横浜港を出港し 上海と香港にも寄港して抑留者を追加収容、横浜からの乗船者を合わせて、計1345人の抑留者を乗せた。10月18日に、交換地であるポルトガル領インドのゴアの指向、モルムガオに到着し、アメリカ側交換船であるスウェーデン船赤客船グリップスホルムに抑留者を引き渡した。逆に、 グリップスホルムから抑留者1525人を受け取り、10月21日に出港、11月14日に横浜港へ無事に帰着した。1944年8月10日、ミカドアマルはシンガポールへの陸軍部隊輸送の任務で、非71戦団に加入して、イマリ湾を出港した。ミカドアマルの乗船者は主に南方軍向けの補充要員や軍政要員。 第三航空軍関係者で、軍人、軍属4936人と日本の民間人286人だった。だが、ルソン島北西岸北緯18度09分統計119度56分、北緯18.150度統計119.933度、18.150119.933に差し掛かった8月18日夜、ミカドアマルは、 アメリカ潜水艦ラッシャーの来撃にあった。午後11時12分頃に、右限2番戦争と右限機関室後部に、巨雷一発ずつが命中、破損箇所からの大浸水と機関部の爆発の後、左限に傾斜、午後11時40分頃に、船尾から沈没した。この間、自衛のため乗船していた、陸軍船舶砲兵が野砲と、機関銃を発砲したが、戦火はなかった。 魚雷命中直後に、船内は停電状態になったため、三角余るの乗船者は、暗闇の中で脱出を図ることになり、多数の犠牲者が生じた。死亡者数は、諸説あるが、小宮新七郎によれば2369人、あるいは2685人。軍人、軍属2387人、民間人32人死亡とする記録もある。大内健治によれば、 ミカド・アマルの死者は2654人に上り、第二次世界大戦中の日本の輸送船としては8番目に多い犠牲者数となった。春光寺 11000CV、1935年の期間改装後 15600CV とする資料もある。春光寺16ノット、1935年の期間、改装後19ノットとする資料もある。加藤外松中大使は、 同年2月11日に事故し、日本側でも陸軍現地部隊が1月には遅延を嫌って強制的な徴用を上層部に進言していた。ただし1943年前半に三角京丸と三角美丸が陸軍輸送船となっており、三角美丸は同年4月30日に開用されたが、三角京丸は最後まで陸軍輸送船として活動した。 軍人、民間人、船員総計5478人のうち2369人。軍人、民間人、船員総計5483人のうち、輸送中の陸軍部隊2569人、民間人32人、陸軍船舶砲兵25人と、海軍船舶警戒隊6人、船員53人。ありがとうございます。